サウスカロライナ植民地、サウスカロライナ植民地、大植民地 A、ザ・プロビンス・オブ・サウス・キャロライナは、現在のアメリカ合衆国サウスカロライナ州の前身であり、1729年からイギリスが直轄植民地とした。1776年のアメリカ独立宣言に同調して独立し、アメリカ合衆国に加盟することになった。 サウスカロライナ植民地の歴史は16世紀に遡り、スペインとフランスが探検隊を繰り出して植民地化を試みたが、16世紀末までに放棄していた。1629年、イングランド王チャールズ一世が法務長官のロバートヒース教に北緯31度線から36度線の間のすべてのものについて直挙を与えた。1663年、 チャールズ2世は8人の貴族を植民地領主としてこの土地を与えた。当初は現在のノースカロライナ州を含むカロライナ植民地と称されており、チャールストンに行政府を置いていた。1712年、ノースカロライナに別の行政府が作られた。1719年、国王はサウスカロライナ植民地を実際には植民地にいない。 植民地領主から買い上げ、そこを支配させる総督を任命した。1729年までに8人の植民地領主のうち7人からの買い上げが終わり、ノースカロライナ植民地とサウスカロライナ植民地の両直轄植民地が成立した。植民地時代のカロライナは、スペインや先住民族、中でもヤマシー族、アパラチー族及びチェロキー族との多くの戦争に、 関わることになった。1715年から1717 17年にかけてのマしい戦争ではインディアンの攻撃によって滅亡寸前の状態になった。カロライナ奥地にはペンシルベニアやバージニアから流れてきたスコットランドイコールアイランド系の開拓者が多く、海岸に近い低地カロライナには富裕なプランテーション所有者が多かった。植民地時代の終わり頃は、 奥地の人々が過小に評価され、敷いたげられていたので、低地の人々がイギリスから課された新しい税金に苦情を言っているとき、奥地の人々は応答派についた。これがその後のアメリカ独立戦争でのしこりになった。カリブ海バルバドス島の開拓者がカロライナの文化に強い影響を与え21世紀まで残っている。ヨーロッパの封建制度に基づく社会制度をもたらし、 また奴隷を使った砂糖プランテーションの仕組みを伝えた。西アフリカで米を育てた経験のあるアフリカ人奴隷はサウスカロライナの最初の監禁作物の一つとなる穀物栽培に力となった。1663年バルバドスの開拓者がウィリアム・ヒルトンをサウスカロライナの海岸に送って定着に適した場所を探させたがヒルトンヘッド島を見つけて名付けたこと以外かんばしい。 成果は得られなった。ノースカロライナには短期間ではあるが、ケープフェア川の河口に植民地が作られた。そこから南にポートロイヤル地区の探検隊が送られたが、そこではフランスが短期間、チャールズフォート地を作り、スペインはサンタエレナを作ったことがあった。サンタエレナは1566年から放棄されることになった1587年まで、スペイン領フロリダの首都であった。 1666年、ロバート・サン・フォード船長が友好的なエディストイ・インディアンを訪ねた。ケープフェアに向けて帰路に着くとき、ヘンリー・ウッドワード博士が後に残り、奥地と先住民族の研究を続けることにした。1669年8月、3隻の船、カロライナ、ポートロイヤル及びアルベマールがイングランドからバルバドスに向かった。 この船体のアルベマールがバルバドスの海岸沖で沈んだ。船体はカロライナの植民地領主が指示した物資を運び出し、アルベマールの代わりにスリーブラザーズを要請して、再度出港した。その後まもなく、嵐にあって船体がバラバラになり、ポートロイヤルは6週間さまようことになり、バハマでナンパした時は飲み水が底をついていた。44人の人々が岸にたどり着いたが、 船長が新しい船を仕立てて一番近い植民地に送り届けるようになるまでに多くのものが死んだ。新しい船でニュープロビデンス島に行き、そこで新しい船を買ってバミューダまで行ってやっとカロライナと落ち合うことができた。バミューダでは80歳のピューリタンでバミューダの開拓者、ウィリアムセールがカロライナの知事に指名された。1670年3月15日。 セールの式でやっとポートロイヤルに到着した。ある乗客の証言によれば、インディアンは友好的であり、上陸するに適した場所を見ぶりで示し、片言のスペイン語で話しかけてきた。スペインは、この頃もカロライナを事領と考えていた。スペインの主要な基地である戦闘オーガスティンはそんなに離れておらず、スペインの伝道所であるグアレトモカマは、 サバンナ川とポートロヤルの南海岸にあった。エディスト・インディアンは、イギリス人がそこに、高級的な開拓地を作ることを心よく思っていなかったが、海岸沿い北部に住んでいた、キアワー・インディアンの州長が来て、彼らの間に、イギリス人が定着することと、バージニアの奴隷を求めて、襲撃をかけてくるウエスト族から守ることを申し出た。その州長の名前は、 ヒュージバット・クワーティといった。スイフたちが合意し、現在のウエスト・アシュレイと呼ばれる地域に向かった。一行は4月早くにアシュレイ側の岸、アルベマールポイントに上陸し、国王の栄誉を称えて、チャールズタウン、現在チャールストンと名付けた、開拓地を作った。5月23日にスリーブラザーズが、チャールズタウン湾に到着したが、11内市12名の乗員は、 水と物資を求めてセントキャサリーンズ島に上陸し、スペインと同盟しているインディアンの中に迷い込んでしまっていた。セントキャサリーンズは、スペイン領フロリダのグアレ植民地の首都であった。イングランドとバルバドスを出発した何百人もの人々の中で、3名のアフリカ人奴隷を含むわずか148名が生きて、チャールズタウンにたどり着いたことになった。スペインが、 カロライナ海岸の領有を主張していたので、新しい開拓者はスペインに対して、またその同盟インディアンに対して、防御を固める準備を始めた。1670年8月、セント・オーガスティンの住人が、チャールズタウンを破壊するためにインディアンを送り込んだ。ヘンリー・ウッドワード博士が、外交の旅から戻り、多くの種族にイギリスとの同盟を解きつけ、 スペインに対する強力な防衛網を作り上げていた。到着したスペインと、その同盟インディアンはこのことを知って、結局攻撃を諦め、戦闘オーガスティンに戻ってその町の防御を固めることになった。1671年2月、バルバドスから開拓に加わるために到着した。セール知事が死に、一時的にジョセフ・ウエストが知事となった。 バルバドスの知事ジョン・イエーマンが1671年9月1日に500名のババドスの人々と到着し、ウエストにとって代わって知事となった。まだ若い植民地の経済はインディアン奴隷の輸出に大きく頼っていた。ウエスト族はすでに奴隷目的の攻撃者となっており、捕まえた奴隷を武器と交換したり、バージニアからの商品と交易したりしていた。数年に及ぶ 紛争の後に、サウスカロライナとウエスト王族との間に同盟が成立した。1675年から1680年の間、ウエスト王族がスペインと同盟するグアラとも、釜の種族を襲って捕まえた奴隷の棒で利益が上がった。奴隷は、チャールズタウンから船に乗せられ、西インド諸島の砂糖プランテージョンに売られて、働かされた。しかし、ウエスト王族は、 カロライナの開拓者が交易をしたいと願っている内陸部のチェロキー族、地下層族及び原子クリーク族とも戦った。1670年代の遅く、サバンナ地方に移住してきていた小人族の一団とウスカロライナの間で新しい同盟が成立した。1679年にウエスト族との戦争が勃発し、ウエスト族の壊滅という結果になった。サバンナと 山シ遺族インディアンがすぐに奴隷を襲う役割を取って、代わり、サウスカロライナとの同盟を結んだ。カロライナ植民地の初期数十年は、金になる、穀物栽培が大規模のものになるまで、インディアン奴隷の輸出が、植民地経済の柱であり続けた。歴史家のアラン・ギャレーによれば、1670年から1715年まで、輸入される奴隷よりも、 チャールズタウンから輸出される奴隷の数が多かった。チャールズタウンから輸出されたインディアン奴隷の数は2万4千名から5万千名の間と見積もられており、そのほとんどはスペイン領フロリダからのものであった。多くは西インド諸島に運ばれたが、バージニア、ニューヨーク、ペンシルベニア、ロードアイランド及びマサチューセッツといった北部のイギリス領植民地で買われたものもいた。当時、 アフリカから連れて来られる奴隷の値段はサウスカロライナのインディア奴隷よりもかなり高かった。それでもカロライナの開拓者はインディアン奴隷よりもアフリカの奴隷を好んだ。その理由の一つはサウスカロライナを取り囲む多くのインディアン種族が皆力を持っており、それらの種族がフランスやスペインと同盟を結ぶことを避ける必要があったことである。 同時にサウスカロライナは内部の地下層族、クリーク族及びチェロキー族と同盟を結び、奴隷だけでなく鹿の怪我は海軍軍需品及び米を交易していた。この金になる交易でカロライナは急速に人口も財力も上がっていった。しかし、サウスカロライナの初期の移民の多くはバルバドスの人のために働く年期暴行労働者か奴隷であり、 川を遡ってあるいは近くの会場の島で、プランテーション建設に働かされた。1715年頃、サウスカロライナのヨーロッパ人とアフリカ人の人々の90%は、チャールズタウンから30マイルの範囲内に住んでいた。貿易業者には、土地がいらず、また米の栽培は、小さな土地からでも、大きな収量が得られた。さらに、米の栽培は、 堤防と水路の工事を必要としたので、タバコのような作物のように土地を疲弊させる子がなかった。その結果、開拓された土地は、比較的限られたものであり、チャールズタウン近くに密に固まっていた。対照的にバージニアは、チャールズタウンに比較できるような都市がなかった。バージニアが農業社会であったのに対し、サウスカロライナはより国際的であった。プランテーションで働かない。 イギリスの植民地人は、その所有する奴隷の中で、ほとんど生活し、ある地方では、アフリカ系アメリカ人の重木の数が自由奴隷に、対して十対一の比率になっていた。ヨーロッパ人の中には、農園主に対して、反乱を引き起こしてしまうことを警告する者がいたが、バルバドスの人々は、以前に、バルバドスで繁栄する経済をうまく作り出した、実績があり、 奴隷制はそうするための方法だと主張した。植民治療種や王室は奴隷制度には関与せず、イギリス帝国では適法とされていたが、カロライナの輸出品には関心があった。カロライナの米及び1740年以降はインディゴが帝国にとって特に尊なものであった。米は国類がほとんど育たない西インド諸島の 砂糖プランテーションを維持するために必要であった。カロライナの米がカリブ海の奴隷を養い、またニューイングランドのタラも同様だった。1730年代、イングランドはカロライナのプランテーションを保護するために他国との干渉地帯を作る目的でジョージア植民地を設立した。ジョージア海岸測ってスペインのグアラともコマの防御の固い植民地であったが、 奴隷目的の襲撃とスペインとの戦争によって人口を極端に減らしていた。ジョージア植民地設立の時、この地域にはほとんど人がおらず、反抗することもできなかった。1680年、アルベマールポイントは不健康で防御に難しいということになった。何人かの開拓者が北のオイスターポイントに移動し始めた。細い首の半島先端にあるオイスターポイントは、 どの方向から地上の攻撃が来るかが分かりやすいために防御に適していた。港から来る敵は遠くから死人できた。1680年5月、植民地領主は知事と行政委員会にオイスターポイントに移るよう指示を出した。そこは半島でも低い方にあったので海岸の農園主は潮の看板のあるクリークを使ってチャールスン港まで。 商品を容易に運び出すことができた。フランスのユグノープロテスタントは1680年代に移民してくるようになった。1685年にフランスがヒカトリック教徒に対する信教的自由を撤廃したことがこの動きを加速することになった。植民治療主はサウスカロライナの開拓開始当初から評判が悪かった。 特に資産を求めて植民地に移民してきた者は自治権も持ちたかったからである。これらの人々は統地の基礎としてカロライナの詳細で理想的な基本憲法に対して短く柔軟な王室の直居を好んだ。さらに多くのイングランド国境界信徒は植民地領主が被告教徒に対して信教的自由保障していることに不満だった。1719年11月。 カロライナはジェームズ・ムウーアを知事に選び、イギリス国王に対する代表団を送って、カロライナを王の指名する総督が治める直轄植民地とすると、およびイギリス政府から直接植民地に支援と安全保障を求めることの請願を行った。国王はカロライナの輸出品に興味があり、植民地領主では植民地を適切に守れないと考えていたので、 植民地の西願に同意した。植民地領主時代の最後の知事となったロバート・ジョンソンが最初の総督になった。一方、カロライナ植民地はゆっくりと二つに割れていた。最初の50年間はほとんどの開拓地がチャールストン周辺に集中していた。植民地の北部には水深の深い港がなかった。ノースカロライナで初期に開拓が進められた。 地域アルベマール開拓地はバージニアとの結びつきが強いバージニアの開拓者によって植民地化されていい。1712年、カロライナの北半分は独自の政府を持つことを認められ、ノースカロライナと称した。ノースカロライナ植民地は1729年まで植民地領主の支配のもとに置かれた。サウスカロライナは人口が多く、商業的にも より重要であったので、多くのヨーロッパ人は、カロライナと呼ぶときは主に、サウスカロライナのことを指し、ノースカロライナではなかった。アメリカ独立戦争の頃までに、サウスカロライナという呼び方が定着した。ロバート・ジョンソン知事は、チャールズタウンの港湾から、さらに利益を得るためと、カロライナの人々に攻撃をかけようというものとの干渉地帯を設けるために、 西部辺境の開拓を奨励した。カロライナの人々はヨーロッパのプロテスタントを引きつけるために基金を準備した。ここに入植する者はその奴隷を含む一家の人数に応じた広さの土地を無償で提供れた。共に入植した100家族ごとに教区が設定され、植民地議会に2人の代表を送ることが認められた。10年以内に航行可能な川の流域に沿って8の 軍区が形成された。ドイツ人、スコットランド人、アイルランド人及びウェールズ人によって作られた、オレンジバーグやサクセゴータ、あとのケーシーのような町を、チャールストンの住人はインディアンが襲ってきた場合の防衛線、あるいは奴隷が反乱を起こした場合の予備軍と考えていた。1750年までに、ピードモント地区は大バシャ道路を使って南下した。 辺境開拓者の家族で埋まっていった。奥地のカルバン主義を信条とする農夫と、低地のイギリス国境界信徒で、特権階級的なプラテーション経営者との間の考え方の違いは、二つの地域の間に不信と敵意を生んだ。アメリカ独立戦争の時までに、奥地にはサウスカロライナの白人人口の半分近く、2万人から3万人が住み、ほとんどが非国共とであった。 最初の憲法の約束時にもかかわらず、イギリス国教会信徒のプランテーション経営者たちは、独自の道を歩み、イギリス国教会をサウスカロライナの公式教会とした。フランシス・ニコルソン総督は、贈り物で、チェロキー族との融和を図っていたが、チェロキー族は、植民地政府との取り決めに不満を抱くようになった。アレクサンダー・カミング教が1730年に、 チェロキー族と交渉して、開拓のための土地に手がかりをつけていた。ジェームズ・グレン知事が、クリーク族とチェロキー族の間の和平を取り持ったために、チェロキー族はその報酬として、数千英間の土地をサウスカロライナのために認めていた。サウスカロライナは、基地と交易の中心地として、キュイーガは近くにプリンスジョージ取を建設した。2年後、 チェロキー族で重きをなす州長オールドホップがグレントの間にチャールズタウンとインディアンの旧位集落の中間にあるサルダオールドタウンで条約を結び現在では10個の軍に相当する96の地区をカロライナに譲渡した1760年1月19日までにチェロキー族はイギリス人が約束を破ったことに起こって開拓者との間の緊張が高まり 徐々に開拓者の土地を奪い奥地の白人開拓者を襲うようになった。チェロキー戦争と呼ばれる紛争である。サウスカロライナのリトルトン知事は1100名の軍隊を召集し、定地の集落に進軍して、直ちに和平条約をまとめた。和平条約の条件の一つとして、29名のチェロキー族集長をプリンス・ジョージ・トリデに人質として収監した。リトルトンは、 チャールズタウンに戻ったが、チェロキー族の怒りは収まらず、開拓者への襲撃を続けた。1760年2月、チェロキー族は、人質の解放を目指して、プリンス・ジョージ・トリデそのものを攻撃した。この戦闘で、トリデの指揮官が戦死した。その公認指揮官は直ちに人質の処刑を命じ、攻撃部隊を追い払った。リトルトン知事は、反乱を表余し、 カナダの軍政府長官、ジェフリー・アマーストに支援を依頼し、アマーストは、アーチボルド・モンゴメリー2200名の、イギリス軍政機兵とスコットランドコーチ連隊をつけて、派遣した。モンゴメリー部隊は、チェロキー族が放棄した、低地集落のいくつかを焼き、チェロキー・ミドルタウン地区に進撃した。モンゴメリー部隊は、エットコーパスで吸収されて敗北し、チャールズタウンへの撤退を余儀なくされた。 1761年、チェロキー族討伐の3回目の試みがなされた。ジェームズ・グラント将軍が2600名の兵士を率いて進発した。これには、カトーバ族インディアンも石膏として従軍した。チェロキー族は再びエトコーパスで戦ったが、今回はグラント部隊を止められなかったので、グラント部隊はミドルタウン地区の集落と畑の穀物を焼き払った。 1761年9月、アタクラクランに先導されたチェロキー族の酋長たちが和平を求めてきた。和平の条件は、定地集落を含みチェロキー族領土の東部の大半を割譲することだった。そこに住むチェロキー族は、止まることを許されず、ミドルタウンか、さらに奥地へ移住することになった。チェロキー族の敗北と東部の領土が割譲されたことで、現在では、 ランカスター軍と呼ばれるワックス法を通って奥地に新しい開拓者が流れ込んだ。すぐに無法状態となり、盗難、放火及び略奪が日常のことになった。奥地の住人は時警団であるレギュレーターズを組織し、自分たちの土地に法を持ち込むことにした。奥地の住人には植民地白人の50%がおり、パトリック・カルフーウミア他の代表をチャールズタウンの議会に送り、 裁判所、道路、教会や学校の必要性を訴えた。まもなく、カルフーンとモーゼスカークランドが、奥地選出の植民地議会議員となった。1775年までに、この植民地には6万人のヨーロッパ系アメリカ人と8万人のアフリカ系アメリカ人が住んでいた。他の植民地では、低地カロライナが享受する富に匹敵するものがなかった。インディアン。 フランス及びスペインとの打ち続く戦乱は平均的な植民地人の軍事的な能力に関する感覚を強め独立を志向することになった。サウスカロライナ植民地の最後の総督はウィリアム・キャンベル教であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。